障害のある方が作る作品を可能性の芸術として紹介するエイブルアート展。今回は彼方の光景をテーマに、見る人の想像力を広げる多様な表現の作品を展示します。時に懐かしさを感じさせる美しく温かい豊かな表現、それぞれの作品が私たちの想像のさらに向こう側にある情景へと誘います。会場には作家関連グッズや書籍を販売するプチミュージアムショップも開設します。エイブルアート展は7月17日土曜日から25日日曜日まで開催です。アーラ夏の風物詩カニ寄せ納涼、春風亭一之助を筆頭に、三遊亭満喫、竜亭こちらく、滝川恋八、柳家幸之助、今最も聞いてほしい注目の落語家たちがアーラに集結します。カニ寄せ納涼は蟹市文化創造センター主劇場にて8月14日土曜日午後2時開演です。蟹市文化創造センターアーラの館長がゲストとともに文化芸術によるまちづくりについて話し合う公開座談会。今回は新旧館長がアーラに寄せる思いと蟹市の町の将来像について、劇作家演出家の平田織座氏を交えて語り合います。皆さんこんにちは。5月から蟹市文化創造センターアーラの館長に就任しました籠橋と申します。前館長の A さんのバトンを引き継いで元気にアーラを運営していきたいと思っております。この度 A 紀生さんと平田織座さんと3人でこれからの蟹市、また文化創造センターアーラのこれからについて語り合いたいと思います。ぜひ皆様ご参加をしていただきますようお願いいたします。町が元気になる処方箋は7月29日木曜日午後7時開催です。和紙で形作られる生き物たちの温かな世界、切り絵でユーモラスに表現された自然と共生する生き物たちや、表情豊かに表現された人物など、心が和み癒される作品の数々を展示します。水野雅夫、心のキャンバス、和紙に新たな命がよみがえるアート展は7月31日土曜日から8月8日日曜日まで開催です。アーラはぬくもりのある人間の家として、安心安全快適な時間を過ごしていただけるよう感染症対策を行い、皆様をお迎えします。